川先輩はお忘れかもしれませんけどね、私実は結構な権力者なんですよ。何せ世界でも5本の指に入る大金持ちの親戚。言いませんでしたか、私のような権力者と親しくしておくことは正隆先輩にとって大体のお悩みなら私の力で解決、秘密を探るのなんて割と得意かもしれません。これでも以前あれこれ助けてくれたことを感謝してるつもりなんですけどね。私も役に立つところを見せておくべきかと思いましてね。
るよ、まさとこくん。自分の力だけで自分が何者なのか試したいんだ。それに今までずっと進路もお母さんの希望通りにしてきた。